お疲れ様です。21年9月12日でございます。さあ明日から仕事でございますが、ビールを飲みたいと思います。さあ今日いただくのはこちらでございます。グースアイランド IPA、 シカゴを代表するクラフトビール、ホップとアルマの絶妙な苦味、こちらが特徴だそうです。世界で初めてワイン樽を使ったビール熟成を行ったブルワリーが作ったビール、本当に個性的なビールを生み出したいという熱意と勇気を詰めて作ったと、いい志でございます。フルーティーな香り、ドライモルトの味わい、ホップの後味が特徴とのこと。これは期待できますね。ちょっと色見てみましょう。さあどうでしょう、比較的ねちょっと濃いめな感じはします。そしてねもうこっからですね、 IPA のいい香りがふわっとしてきてますね。では早速いただきたいと思います。乾杯。おーいいっすね。ガツンってくる苦味じゃないんですけど、しっかりとした苦味がありますね。そしてですねバランス取れてますね。フルーティーな味わいと苦味、このバランスがですねよく取れてるなと思いますね。まさにですね本当に個性的なビールを生み出したいというですね、まあ、理念が込められたですね非常に好感度の高いビールかなというふうに思います。さあ今日はですねグースアイランド IPA ご紹介させていただきました。ではまた、さよなら。